フィルムがあったら全部スキャンできんのに、うん、ほら、この辺、見て、いたずら顕著じゃんね。いやこれ、この辺の仕草はさ、後編似てない？こっちはもう赤ちゃんみたいな感じだもん。かわいいよね、こうへいもね、うん、今日もね、うん、ねえ、かわいかったね、こうちゃんね、うん、もうじっとしてない、あいつ。これお掃除したりしてた？これ見た。どれ、うん、一番下？はい、いいよ、はい、おいしょっと、うん、よっこいしょっと、おいしょ。これなんかだってさ、剥がせないじゃない。これは大丈夫だよ。これ見て、こんななってたんだよ。わお、え、これ誰？ん？今日パパよ。え、なんて、これパパ、パパずるい。スキーしたいの、カツト？そうなん？ねえねえはスケートしたいって。スケートあそこあるじゃん。あの、なんだっけ、スペースワールド。スペースワールドにある。スケートリンクある。もうなくなっちゃうけど、あそこ。わお、ほら、生まれたて。ねえ、見て見て見て、生まれたて、あーちゃん。ん？パパの赤ちゃん？うん、赤ちゃんの時はみんな一緒な顔だな。うん、なあ、カズトもだけどこんな顔だったよ。うん、赤ちゃんの時、幼稚園のあのね、だっけ、何かで見た。ほら、うわ、いっぱいある。これが本当に生まれたて。これが生まれたてよ。生まれた時。おい、パパ。違う。チンチン出してるから。うわ。ね？カズと似てるね。本当に。あ、カズと似てるね。ほら、似てるよ。ね？後編に似てる。ね？ほら。ねえねえ。カズとじゃん、これ。いや、完全的にねえねえ。ね、この辺のカズ顔とか、カズとこんな顔してたじゃん。ねえ、こんな顔だったよ、カズト。ねえ、真似しよっか、真似しよっか。こんな顔だった。真似しよっか。パパにそっくり。パパさ、すごい、お姉ちゃんたちが可愛がってくれた、こんなんだよ。ほら。そうだね。ねえ、これパパよ。これ、パパ。こんなこといないね。これパパ。やっぱこれカズトに似てるよな、この写真とかさ。ね、パパ。パパがさ、うん、こんな丸いのに、今は細くなってる。そうだ、カズトも細くなる。なんかカズト見てる。カズトみたいだったらパパみたいに僕大人カズトはパパにだよ、うん、これ昔のパパの写真。ほらほら、ね、これってさ何やってる時の？これわかんない。どっか遊び、遊園地遊び行ったんじゃないの？サッカー？なんかこの網があるけんさ、うん、ねえ、これカズトとコウヘイみたい。そうだね、カズトとコウヘイみたいだね、うん、これパパのほら、ケンゴおじちゃん、弟で。箱根だ、箱根行った時だ、これね。箱根、うん、これね、パパね、骨折したの、右手を、そう、幼稚園の時、うん、骨折れちゃった。ほんと、うん、ボキッ。あ、あの時パパが言ってた、なんかサッカーで、サッカーの試合、それはサッカーの試合、まだね、黙れ。それで夏のなんかキャンプかなんかに行くの、お父さんが一緒に、まだ健吾がちっちゃいからお父さんと一緒に行ったの、なんか参加したの。あ、この時に、うん、ね、何が骨折したの？なんか転んだんだよ、確か。ね、骨折ってどう？ママがね、骨が折れちゃう。ね、バーバがなかなか病院連れてくれなかった。痛い痛いっつってんのに。痛い痛いっつってんのに。え、そうだったの。それで病院連れてった。え、折れてるっていう感じだったんだっけ。